皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウイデ2020、既存はこうなるシリーズね、やっていこうと思います。で、今回は2回目ということで、リバプールをねやっていくんですけど、まあ、前回はシティをねやったので、まあ、そちら気になる方はぜひ概要欄からご覧ください。まあ、簡単に動画のね、趣旨を言いますと、まあ、遺跡をね反映してそのチームがどれぐらい強くなったのかっていうのをまあ見ていく企画となっています。まあ、なので既存のオンディビとか、まあ、オフライン大会での使用とか、まあ、TP などねにまあ役立つはずです。はい。でマイクラブを主にする方も、まあ、FP 関連で遺跡情報とかも知っておくとまあ大事だと思うので、そんな方にもおすすめとなっております。であくまでウイレ的な視点なので、実際のチーム事情とね違う場合がありますので、そこはご注意ください。ということで今回はリバプールをやっていきましょう。はい。ということでまずは主な移籍選手を見ていきましょう。こんな感じですかね。で、まあ、抜けているところがあったらぜひコメントで教えてください。はい。まずは、移籍してしまった選手からですね。まずゴールキーパーのミニョレ、こちらがクラブブルッヘ、ベルギーに移籍しています。あとは、サイドバックのアルベルト・モレノ、こちらがビジャレアルに行ってますね。であと中盤のカマーチョとウッドバーンがそれぞれスポルティングとオックスフォード、プレミアの、まあ、イングランドの3部ですね。であとスターリッチが退団が決まっていて、チームがまだ決まってないんですかね。はい。移籍してしまったのはそちらかなと思います。で逆に、移籍してきた選手、まずはゴールキーパーのアドリアン、こちらが、ウエストハムから、来ています。で続いてが、ディフェンスのファンデルベルフ、こちらが、ズボレ、まあ、オランダですね。こちらから来ています。17歳ということで、かなり若いですね。で、クラインが、ボンマスから、復帰してますね。はい。最後は、ライアン・ケントが、レンジャーズから、復帰という形になっています。はい。それらを踏まえて、フォーメーション組んでおります。こんな感じですね。で、メンバーとあとフォーメーションについては、まあ、個人的にこれがいいかなと思うものなので、まあ、参考程度でいいと思います。見ていきましょう。まずゴールキーパーはアリソンですね。こちらは走行値が3つ上がっているということで、まあ、雷にもなっています。はい。まあ、めちゃくちゃ強くなっているでしょう。はい。まあ、ゴールキーパーは、まあ、セカンドキーパーの部分で、ミニョレかアドリアン、こちらがね入れ替わっているという感じですかね。まあ、総合値はまだ判明してないのでわからないですけど、まあ、79なので80とか、まあ、気になっててもおかしくないかなと思います。はい。続いてセンターバック、まあまずはここは、特に変わりませんよね。やはりまあ雷にもなってるファンダイクと、総合値が1つ上がってるマティプ、こちらは硬いかなと思います。でベンチで言うと、まあ、ゴメスが、2つ上がってますし、まあ、ロブレンは、ステイなんですけど、まあ、そのところで、まあ、2人ね一応機会がいるということで、まあ、安心かなと思いますが、まあ、ファンダイクは後半8かな、多分おそらくあの昨シーズンの出来からすると多分後半8なので、まあ、マティップのところを、ジョー・ゴメス、ロブレン、ここら辺で回すという感じですかね。で移籍してるファンデルベルフ、こちらズオレから来ています。16歳で、エールディビジの、ね、試合出てたみたいです。身長が189センチの大型センターバックということで、まあ、今69なので、まあ、胴玉ぐらいにはなってるかもしれないですけど、まあ、試合で、ゲームとして使うというのはちょっと難しいかもしれないですが、一応総合値的には高いので入れています。はい。続いてはサイドバック、まずは右はアーノルド、まあ、こちらは硬いですかね。はい。ここはまあ変わらないでしょう。で、まあ、アーノルドがどうしてもという時にはクラインがいますという感じで、まあ、こちらは総合値判明してないのでどうなるか分かりませんが、まあ、80前後はあるでしょうというところで、ちなみにまあ右サイドで言うとファビーニョもね一応できます。はい。で左がロバートソンなんですけど、まあ、こちらの控えがまあミルナーかなというところで、サイドバック左できる人がまあそれぐらいですかね。あとはジョー・ゴメスを左で使うとかいう感じですかね。はい。ここはまあロバートソンが第一選択肢になるでしょうというところです。はい。続いて中盤へ行きますと、まずは、黒玉に昇格しているファビーニョ、こちらはまあ硬いでしょう。アンカー持ちの選手ということで、
まあここは固いと思います。でファビーニョがどうしてもという時には、一応ヘンダーソンも一応アンカー持ちということで、前作はそうだったので、まあここで使うというのもありかなというところで、まあ総合値の方が若干下がってしまう傾向はありますね。はい、続いては、ナビゲーターはそのままステイかなというところで、そのままね同じポジションに置いてるんですけど、まあシャキリの部分ですね、2019はここシャキリを自分だったら使ってたんですけど、まあヘンダーソンがまあ総合値が結構上がっているというところで、まあそのヘンダーソンで良いかなというところですね。でシャキリをなぜベンチに置いたかっていうと、結構ウイングの、控えっていうのが結構薄いので、このチーム、まあ、シャキリをウイングとして考えるというところで、まあ、シャキリをベンチに置いたという感じです。はい、まあヘンダーソンに関して、まあナビゲーターもそうですけど、まあここの控えは豊富ですよね。ワイナルダムもいますし、ミルナーもいます、チェンバレンもいます、ララーナもいて、まあシャキリもね一応 OMF とかにすれば使えるというところで、まあここのね、選手は豊富にいるというチームですね。はい、前の方行きましょう。まあスタメン的には変わっていません。やはりマネ、フィルミノ、サラ、ここは変わらないでしょうというところで、まあ、スターリッチが移籍というか退団なので、ここの部分が、戦力ダウンというところで、まあ、シャキリをね、ベンチに置いたのはそういう理由と、あとはライアン・ケントっていう選手が、まあ、怪我してて昨シーズンあまりね、活躍できなかったみたいですけど、39試合6ゴールということで、まあ、スコットランドの方でも結果は一応出しているというところで、総合値もね上がってる可能性があるというところで、今白玉なんですけど、まあ銅玉とか下手すると銀とかにもねなっててもおかしくない、まあ22歳かなというところで、まあここはまあさすがにマネとかサラーとかの控えで考えると、や、うん、若干能力かっていうところありますけど、まあスピードとかはねもともとある選手だと思うので、ここはいいところかなと思います。まあスコットランドはめっちゃ試合が多いんですよね確か。はい、そういう感じで、フォワードで言うと、まあ、フィルミノが第一選択肢でしょう。まあそうですね。で、ベンチにはオリギがいるということで、オリギはスパサブつくのかな。まあ今作スパサブついたら、まあ使い方がねまた幅が広がるので、スパサブがついてほしいというのは個人的な意見でございます。はい、ということで、今回はリバプールを、見ていきました。いかがだったでしょうか。個人的に考える、まあ、長所としては、まずスタメンがめちゃくちゃ強いというところですね。雷に、ね、昇格している選手もいますし、まあ、の基本的に総合値が、ね、下がっている選手もいなくて、上がっている選手ばかりなんですけど、まあ、ベンチも含めて、特にスタメンはめちゃくちゃ強い選手揃ってますし、特にディフェンスラインとフォワードはもう、化け物しかいませんという感じで、まあゴールキーパーも強いですし、まあ一番ネックなとこで言うと、中盤の前の方が若干弱い感じはしますね。他のチームで言うと、まあ前回紹介したシティだと、まあデブライネとかもいましたし、まあそこら辺と比べると若干という感じはありますが、まあバランスはいいですし、結構、戦力的には整っているというチームですかね。特に、長所の2つ目として、まあ、中盤ですよね。先ほど言ったんですけど、まあ、ヘンダーソンとナビゲーター、まあ、若干他のチームと比べるとっていうところあるんですけど、まあ、この選手たちがダメでもベンチは豊富というところで、まあ、いろいろね、調子が悪くてもなんとかなるというところが、まあ、このチームの強みかなというところです。で短所で言うと、まあ、個人的に思うのが、まずはスパサブがいないというところですね。2019のままでいくとスパサブがいないというところなんですけど、まあオリギにスパサブがつけばまあいいかなというところで、あとシャキリとかもね、前作で言うと FP できた時にスパサブとかついたので、まあ、そのままスパサブを持ってくるとすれば、まあシャキリとかオリギとか、ここら辺にスパサブがつけばまたいいかなというところです。あとは前線の枚数が若干少なめかなというところで、マネ、フィルミノ、サラーに代わる選手がシャッキリ、ケント、オリギという若干ちょっと弱くなってる感じはするので、その辺がリバプールを使うときに、気になる点かなと思いましたね。はい、ということで、次回は、チェルシーをね、見ていこうと思いますので、ぜひ気になる方はご覧ください。合わせてですね、ペスリーグハイライトの方で、動画がアップされましたらまたね動画を撮っていこうと思いますので、チャンネル登録と、そして高評価よろしくお願いします。
ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。